食べます、いただきます。はい、大トロ、サビトロ。ありがとう。早く決めて、もうちょっと動画書けないです。書けないんかい。はい、大トロ。すごい。一口で手でパクッ、ね、手でつまんでパクッ。手でつまんで、パクッとね、言うんです。一口でいくんだよ。手でつまんでパクッ、手でつまんでパクッ。下世話の話するんだけど、これ店で食ったら1個で3000するから。うまい、すげえ、うまっ。もうみんな全然カメラをね、ほんと意識してない。動ける。全く寿司食いたいって言ったやつが来なかったっていうね、ほんとにもう。いや、寿司来ちゃダメなの。俺って今日寿司食わすだけ食べるんですよ。いやいや、ほんとは数学のね、問題やらせようと思ったら現れなかったんで、はい、来ちゃダメなのかなって思っちゃったんですよ。勝手に作っちゃダメだから、そう、ルール。俺寿司自分でだからもう一回も映ってない、ちゃんと。俺何のメリットもね、俺食わすだけじゃん、はい、いただきます。美味しいですっていう言葉をいただけるじゃないですか。90分撮影したんだよ、もう。通学校ですか。そうだよ、わーじゃねえわーじゃねえ、ずっと髪の毛しか映ってない。で、下駄返して。長かった、90分は長かった、本当に。これ編集する気が起きない。ほぼ無言じゃん。そう、ほぼ無言で、ほぼ後ろ向いてると思う。無言の部分全部切ればいいんじゃん。あの、だって俺ついあれ、そこそこ武田塾じゃないけど、教えない先生が一番いい先生だって言うからさ。はいはい。だってついだって横から口出したら全部単に俺が答え言うだけになっちゃうからさ。そうね。だから画角考えてずっとこっち見てたら成立しない。演者失格。みんな。あれ、森鉄のごめん、ちょっといいの。君のためには氷結かなんか買ってきたんだけど。あ、じゃあください。いただきます。もう横山がかわいそうになっちゃって。数学やるから寿司が食えるんだって言ったのに、うん、それ私も言ってると思って受けないと違うのかなって思っちゃって。それはさ、勝手にだって行く約束までした後にその後にドタキャンされたら困るわ。なくなったんだと思っちゃったんです。思っちゃったじゃダメよ、確認しないと。申し訳ないです。準備してケーキまで買ってて、でしかも4人乗るからってね、俺チャリンコ車に積んで、俺がそうそうそう、チャリンコで。そうだよ。何のために行ったの。何のために行ったんだっていうね。ごめんなさい、申し訳ない。全く動画も撮ってないのに車と自転車で競争してね。本当に、あの下り。はい、島味サビ抜き。これもこいちゃうんだけど、高級品なんで。まさに食べない。はい。はい、どうも。自転車でさ、もうカンタロウさん絶対さ、ヤマトのトラックの人でさ、嫌がってたよね、横につい。これ見てた、じゃあピースじゃなくてこっち見て食ってから馬じゃなくて。めちゃくちゃ美味しいです。ちゃんと勉強してるんですか。でも本当に世界史してます。世界史してます。世界史の何を。中国史。中国史からやるんだ。陰州神、全漢五漢、三国神、南北朝、隋唐五代、北宋南宋、元明神、中華民国、中華人民共和国。はい、じゃあそれぞれの首都。首都通信したんですよ、一回。あ、そう、流れを見ようと思って、うん、で、細かいとこ行こう。細かいとこで中国史だね。まあまあまあ、別にね、ゆきお先生も各国史からまずやれって言ってたからね。教科書とか読むとね、飛び飛びで大変だからって言ってたから。で、中国史だけやってるの。いや、これから中国史しようと思って、その前にオリエント、うん、はい、ありますよ、一番最初のやつね。あたりやって、ローマ帝国あたりね、うん、ちょっと一旦中国に。なんでなんでそれは。違う風。違う風。火が出てきた風。早ぶりー。うるさーもん。撮るの早く撮るよ、撮るよ。え、あ、写真をってことね。あ、落ちた。あら、黒焦げになっちゃってるじゃん、どうした。もう焼かれました。焼いてる、本当に。はい、これサビ抜き。あ、ありがとうございます。持ってってすまへん、はい、回して。はい、あざま。はい、美味、うん、しい。あぶりだ。え、お寿司屋さんで修行したんですか。全然見よう見まね。無免許です。無免許、もぐりです、もぐり。見よう見まね。そうそう、るいちゃんの合格発表の時、寿司食べに行ったんですよ。そしたらもう、るいちゃんと。そうそう、したらその店の板前さん、大将というか、うんうん、ベロンベロンで、ベロ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 に酔っ払ってて。飲み屋と酒屋は飲んじゃいけないって言うけどね。大将も飲んでいいよって飲まされるとかあるじゃないですか、ちっちゃいところって、うん、なるほど、ね、お客のおごりで。そう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 、それで飲んでベロッベロで、すごかったな。ノリノリで大変だった。ノリ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 で大変だった。ノリノリ大変な時代あるんだ。
美味しん坊でしか見たことない。なんで美味しん坊でノリノリな寿司屋なんか出てたっけ。おかぼしみたいな。おかぼしノリノリじゃないじゃん。おかぼし真面目なとこじゃん。絶対飲んでないよ。めちゃめちゃ真面目な人じゃん、おかぼしの人。山本さんからなんか、おかぼしも行っちゃいないよ。そういうこと。美味しん坊もんだ。美味しん坊前回持ってます。イエーイ。はい、それ、ゲタ返してゲタ。生まれるずっと前からね、美味しん坊なんて。あ、はい、初期の絵柄違う頃から。そうそうそう、どん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 横に広くなってきた。そうね、いつもいつもうちに遊びに来る人が持ってきてくれるっていうので、私も新しく出たら必ず持ってきてくれるっていうので、それを追い方ってちっちゃい時だったから、本当はどんだけ昔からあるんだっていう。だって貝原雄山とも仲良くなったでしょ。あ、和解しましたね。和解してるとかって驚き。ありがとう、お父さん。驚き。え、仲良くなったの。仲良くなりました。いつから。究極のメニュー完成させる。完成したの。あ、はい、一回完成させようって言って、もう多分山岡さんと栗田以後、子供3人いるんですよ。すごい。山岡さん全部だから、もう顔映ってないから。あの人の話したんだ。それはね、絵的にすごい変になるから、動画。うんうん。2人ともあの数学のとこどうすか、ずっと後ろ向いてっからさ。価格数学正直できないね。え、緊張はあった。めちゃめちゃ緊張した。そうだよね。うん、なんで俺の時に緊張いろんな人に見られるわけだしね。いなかったけど。いなかったですけど。ごめんなさい。グレープフルーツの方が美味しいと思う。おまかしか。あと13分したら茶虫が来ますんで、それはい、ちょっと俺も飲ませよう。作ってばっかりで、ね、飲み食いできないんですよ。いやその朝から準備して飲み食いできなくて大変なんだよ。ほら、朝から準備してるんですよ。申し訳ねえ。前帰る時、横山さんとね、いいな、湯がお寿司食べれていいなとか、なんか駅に帰る途中までずっと言われてたのに。いや、だから違うと思っちゃったんです。なんで勝手にそこでいいなって言われてるのに違うと思っちゃう。単独だったからです、飲み食えるっていう話。ユーロが歩いてて、いいな、ユーロはいいな、お寿司が食べれていいな。そこでユーロがって言ってたんだよ、はい、あ、なるほどね。いや、だからもう、だから喋ってる時ユーロの顔も隠しちゃってるし、誰も何も映ってない。だからちょっと確認してくださいね、カメラ。俺よくカメラ見るなとかって言われますけど、ちゃんと画角とか確認しながらやってるんで。だから、ほら、この四角が出てるのを確認してください。四角が出てたら自分の顔映ってるってことですか。その四角が出てないってこと。俺映ってるの。まあいいんじゃないですか。あ、映ってる映ってる。ちゃんと置物的な、マスコット的な感じで。私お寿司握りたいです。なん、何いきなり。何の話。握ってみたいって思っちゃった。握ってみたくなりますね。なるほど。いいよ、じゃあ貝原雄山やるから。貝原雄山こんな厳しい、厳しい、厳しい、厳しい。じゃあ、お腹いっぱいになったら交代して俺に握れ。やった。下駄。今世界史をやってて、で、あとはやっと本題に戻ったっていうね。はい、下駄下駄。あとは世界史だけじゃなくて、世界史だけってことはないでしょ。で、英語は文法が本当に固まってないので、はい、大岩の、うん、一番初めの英語、はいはい、ありますね。あれをどこまで行ったんですか。家庭法なんだから、あとちょっとだけど、はい、また戻って、戻って、じゃあ、ウィンサラダ取ってするやつ。あー、なるほど。もう一周するってことですか。そうですね。家庭法過去とかってさ、ネーミング悪いよな。うん、よくないね。半日仮想とかって言ってほしい。まあ、関先生も使わないし、家庭法。別に過去の話してるわけじゃないでしょ、家庭法過去と。なんかそういう逆に面白いから、家庭法過去、家庭法過去完了って言いたいからよく言ってる。家庭法過去は過去のことじゃないって言って、あと過去をカタカナで書くのに、みんなが、ザワザワってなるのが面白い。わからないね、それ。カタカナの方が早いね。経験とか継続も全部カタカナで書くから。ちょっと聞きたいことがあって、はい、今英検申し込むと6月ぐらいになってたんですけど、はいはい、そうですね、現状文法を固めてる段階で、うん、6月までに英検目指すって厳しいですかね。夏とかですか。準一でしょ。準一級です。うん、でもだから文法問題は出ないから。そうですね、関係ないんだよね。だその並行する加減として、読解がどれだけできる。この人ね、リスニングめっちゃ聞こえるの。この人ね、リスニングだけめちゃめちゃできる。85だったんですよ、私。リスニングできるの。なんでかわかんないですけど。聞き取るのができるのすごいね。リーディングの方が低いっていうの。珍しい。でも、こうだなっていうのはあって、うん、弟がいるんですけど、うん、私がダメすぎて、弟はもう幼稚園から全部英語みたいなところに行ってて、ね、家にいる間ずっと弟が CD かけて聞いてて、ね、それを
聞いてたから耳だけ良くなったのかなっていう可能性。そういうことスピードラーニング構成スピードラーニングをやってるわけじゃないけど聞き流すだけで OK 聞こえるなっていう感覚だけ手にした気がしますそれだから過去もやってみるんだよ、まずはそれでどんだけできるかを。で、語彙が全然ね、レベルは今のレベルと違うだろうからやってみて、で、どれだけ取れるかじゃない、特にリーディングがどんだけ取れるのか、共通テストと英検じゃ別科目なんで、もうほぼほぼ全然違うから、それやってみてると。なんかみんな英検準一級取るって言ってたの、一番最初にさ言ってたじゃん、英検準一級取ると上にメッセージ来たんだけど、その後全員取るって言ってさ、なんでみんなやるんかみたいな、準一級とりあえず欲しいかもそんな欲しいかもって取るもんじゃないから。まあやってみ、過去問やった、うん、過去問英検のですね、うん、1年分くらいは。どうだった、単語のところは結構取れてる感じで。あ、そうなんだ。ただ長文が結構ボロボロな感じです、ね、うん、順一は、まあ、単語の方がどっかより圧倒的に難しいかな。だから感覚としてどっかで取れないと東大のリーディングと比べるめちゃめちゃ簡単だから、マーチより優しいぐらいだからね、どっか行って。うん、あ、はい、じゃあまずやってみてください。あとはライティングね。ライティングがどれだけできるかかな。だって東大あるこのライティングは。え、農工大は、農工大はちょっとあります。和文英訳自由作、多分どっちもなんか本当にちょっとだけ全部こっち目線いや、ビーチはいらないから。選択問題と3枚ぐらいあって、いつも最後の1題がちょっとした作文みたいな、うん、1枚目は最後は自由みたいなので、なんか2枚目は文章を読んで和訳してくださいとか、じゃあこれに対する意見はとか。3つあるってこと、英作が3つから2つぐらいありますね。ああ、それぞれ題文にくっついてるってこと、はい、それだったらずっとこっちを見てください、はい、みんなでこっち向いてたらもう全然カットしなきゃいけないから、はい、で英語と世界史だけって言ってるんですか。はいはい。現代文は高校の時の現代文の用語みたいな、うんうん、はい、ありますね、やつをちょっとずつ読んでるのと、うん、銀の漢字、あ、漢字ね、はい、漢字もやってるということで、はい、あとなんか渋い見た目の、渋い見た目の古文の、あ、古文ね、はい、名前が思い出せないです、うん、はい、いけた。さて、じゃあ何をやってるか。今、英語がとりあえず、うん、単語わかんないと、うん、どうにもなんないということで、うん、鉄壁と、うん、あとパスタン準一級を同時並行でやって、うん、固定は4です。あ、4か、4の方が難しいよね。同時並行でやってるんだ、すごいな。で、とりあえず鉄壁の方が、うん、セクション40までと、うん、パスタンが、うん、デルド AB まで終わってる状況で、はいはいはい、文法は関先生の、うん、新英文法大全、はい、分厚いやつをやって進めてるっていう感じ で数学は青チャートと1対1でやる、最初から潰していく感じでやって。青チャートできる、まあ、レベル分かれてるんで、うん、最初はまあ3までとか、うん、4、5には手出さないと、ね、で、三角比とか三角関数とか好きな分野のところだけちょっと応用的な問題をやって、好きなところだけ、好きなところだけ自分できるなっていうレベルまでいったら、ちょっと東大の過去問見てみて、その分野に。なるほどね。新英文法大全だけ、まあ、あれは読み物としてやってるのか、どうやってやってるの、新英文法大全。高卒認定取った時に、スタディサプリやってて、はいはいはい、で、テキストみたいなのって、ありますね、で、それ24校分とりあえずプリントしてあるのかって、うん、それでやって、やっぱ同じ先生のやつだから、シナジーみたいなのあって、分かりやすいのかな。ポラリスの文法は持ってないです。あ、持ってないんだ。ポラリスって関先生のやつ。そうそうそう。で、問題解かなきゃ。まあでも早いとこ終わらせないといかんぜよ。高卒認定、うちの長男も高卒認定です。あ、そうなの、うん、そっから医者になって、すごいじゃん、うん、だから別にあの中退したわけですから、あの外国だったんで。あ、そうだ、うん、高校2年が終わるときに帰国したんで、うんうんうん、向こうも卒業してないし、こっちも入る高校ないし、うんうん、実は寸大の浪人クラスに、17歳で寸大浪人クラス、中退組ですか。私も大学中退です。自転車投げて中退したんでしたっけ。自転車投げてお前なんか嫌いだっつってで、中退したんでしたっけ。中退したんでしたっけ。じゃあ、はい、私は英語はネクステとシステム英単語と、ちょっと待ってね、さっき喋ってるだけ英単語と、あとは、塾で配られる基礎的なプリントをやってる感じですね、はい、中心に。なるほど。でも全く今基礎が身についてない状態なのです。もうそこら辺をずっととりあえず基礎を固める感じでやってて、うん、
で数学は前は青チャート使ってたんですけど、うん、ちょっとやっぱり量が多いしもう何も分かってないから標準問題、うん、基礎問成功に基礎問題で、はい、とりあえず 1A2B を今はちゃんとやろうねっていう感じでマシンでやってまして、でも国語は今まで通りなんか過去問を解いたりできてんのかな。170だっけ。170本当に大丈夫なのか。そうですね、分かんなかったところを教科書で立ち返ってみたいな、うん、教科書教科書じゃない教科書となんか高校の時のノートとか見ながら、そうなんだ。意見に対応できるかどうかだね、そこはね。そうですね、理科は全部セミナーばっかやってますね。あ、はいはいはい。セミナー、え、理科の科目、あ、物理も科学もとりあえずセミナーを全部、ね、発展はまずは飛ばして、うん、基礎問題を絶対取れるように、はいはい、見て食べよう。はい、ですね、そういう感じで勉強してます。ありがとうございます。はい、いい、それで。なるほどね。え、理科、社会はどうして。理科は、うん、宇宙一分かりやすい物理と科学やってて、うん、宇宙一分かりやすいの。そう、冥王星に住んでる人も分かっちゃうんだ。だから惑星じゃなくてあって別に宇宙だもんね。で、社会が住んでる人って人じゃねえかも。社会が共通テストだけなんで、うん、日本史の流れで覚えるみたいな、はいはい、赤いやつで最初からとりあえずやって、うん、時間的にどうなの勉強時。最近は英語と数学に割く時間がほとんどです、うん、いや、1日にどれぐらい取ってんの。1日もう12時間以上は最低、うん、いいですね。おい、12時間以上だって。リスペクト。リスペクトじゃねえよ。はい、チャームシー。やれい。椎茸抜きです。ありがとうございます。もう好き嫌いばかりだ、もう。リスペクトじゃねえよ。やれや、やれや。あっち。いや。すごい綺麗。チャームシー初めて食べる。え、チャームシー初めて食べんの。そんな珍しいことです。珍しいよ、そりゃ。茶碗蒸し食べたことないって、日本になんか最近来たみたいな感じ。食べたことないって、それぐらい珍しいよ、食べたことない。それはなかなか家で茶碗蒸し作ってくれる人いないよ。でも外食べて茶碗蒸し作ってくれないでしょ。レンジでできますよね。そういうのはまあね、今世の中便利だからね。確かにね。そうね、簡単なところレンジなんかなかったもん、ね、はい。でもあれで俺が子供はやっぱこうダイヤルグイッと回して、だから微妙な時間はね、でしかも30秒以内だとね、ダメなの。グイッと30秒以上1回回してからじゃなくて、20秒とかできる。ああ、はいはい。あ、チャンネルとか知らねえよなってな。テレビって、だってこうやってチャンネル回してた。カチャカチャ、靴。黒電話みたいな。そう、ちょっと違うけどな。だこうやって足でこうやって回すこともできる。寝ながらこうやって足の指で。theory ね、 theory 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 theory